はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。久江様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。NHK ネット聴取反対デモ開催、春の小川公演、代々木 5-68-1 に、6月18日日曜日、13時30分集合してください。来てねー。7月1日17時、池袋、日本改革と政策報告会、来てねー。内容は、質疑応答がメインになります。これはどうなんですかとか、こういうふうにしたらいいんじゃないですかみたいなことを、言ってもらってですね、私がつどつど答えると、都合悪いことはノーコメントってやるかもしれないですけれども、まあまあ、大体は答えると思うんで、言いたいことは普段動画で、言いまくってるので、まあそんな感じになります。日本は超固体である。長らくアマゾンで売り切れてたんですけれども、やっと入りました。よろしかったら皆様お買い上げください。あとですね、あまりにも殺風景なんで、サボテン買ってきました。100均で。なんか水いっぱいやると、枯れちゃうっていうんで気をつけないとな。私誕生花っていうか、7月29日生まれの人の花が、サボテンなんですよ。ということは、岸田文雄も、椎和夫も、泉健太も、橋本龍太郎も、サボテンかーん。ろくなのいねえなのって、ちょっと思っちゃうんですけども、橋本龍太郎ね、財務省に騙されて、消費税上げちゃった人でしょ？あの人。で、選挙ボロ負けしちゃってさ、で、選挙ボロ負けしちゃって、村山政権かなんか誕生したんじゃなかったでしたっけ？ちょっと忘れちゃいましたけどもね。今日、サイゼに行ったんですが、セットドリンクバー200円。で、キッズは100円である。ここで私がですね、わしは心は10歳だ。って言い張ってですね、100円しか払わんって暴れたら、どうなんだろうね。どうなるんでしょうか。多分出現しますよ。そういうね、頭がおかしいやつ。わしはキッズじゃ。なんつって、おじいちゃんが言い出すよ。子供料金にしろ。電車もバスも。言い出すよ。多分。まあそんな感じになっておりますけれども、LGBT 法案、衆院通過、昨日、16日、明日、明後日かな。明日かな。参院にかけられ、まあ、可決成立の見込みなんですけれども、なんか安倍総理が抑え込んでたですね、壺の蓋が吹っ飛んで、ひどいひどい悪臭が漏れ出たっていうイメージありますね。最近の自民党を見てますと、悪臭のもとは、宏池会、岸田派やら、茂木、茂木やら、河野やらなんですけれども、まあ、企業の役員は女性3割なんていう、ノルウェーで大失敗した目標も掲げちまうし、全く自民の上の方は、バカでしょうがねえな。いつまで昭和なんだろう、脳みその中。なんて思っちゃいますけれども、LGBT 法になぜか、フェアとか、東京都にパートナーシップ制度を求める会、これあれだろうな、同性婚、事実婚、同性事実婚ですね、パートナーシップって。渋谷区でやっちゃってるやつだな。といった自称 LGBT 支援団体が文句たれ。実はLGBT 当事者、本人たちは、こんな法律いらねえよ。LGBT 法なんて、言ってますんで、LGBT 支援団体っていうのは、LGBT を利用して自分らが美味しい思いをする団体。というのが、まあ実態ですね。が、文句垂れておりました。なんか国会前でも太鼓叩きながら、でんが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 騒いだみたい。日本人の敵、共同通信がそれを報道。ということは、パヨの主張ってことなのかな？共同通信が報道するってことは。だってさ、NHK スクランブルデモも、ネット聴取許さないぞってデモも、何回かやりましたけれども、共同通信取り上げたことのいいもんね。そいつらがなんて言ってっかっていうと、その、自称 LGBT 支援団体がなんて言ってっかっていうとですね、絶望しかない。廃案に知る。政治利用され、権利が奪われていく。すべての国民が安心して生活できるよう留意する。という部分に、政治の差別や偏見が現れている。
誰かが不安だと訴えれば事業が阻止されてしまう。何言ってるかわかんないですけど、だったら廃案でいいんじゃないの、廃案しからって言ってるんだったら廃案でいいんじゃないの、思いますけれども、一般判断です。じゃあ廃案で全ての国民が安心して生活できるように留意するに反対って、こいつら国民じゃないの、TBS ニュース23でも激横だった。わかりやすー。自分らだけ優遇しろってことでは、多様性を言い出すやつは詐欺師と思うようになった。嫌ならやめてもいいんだぜ。こいつらが発狂してるってことは、いい塩梅に骨抜きできたってことかな。そういう連中だとしっかり理解増進させてるな。まあ、気にんねえことがあると、対抗を持って国会集合する奴ら、でんが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 って言ってね、そういう奴らという理解を増進させてますね、国民から見たら大敗なんだが、こいつらどこまで強欲なんだ。国民を不安に陥れるのが目的、女性自身、中間女性、女性セブンが LGBT 法案にだんまりな件と、これ女性の権利がね、侵害されんだから、何か言ってもよがっぺにね、この女性自身やら週刊女性やらって思うんですけど、だんまり決め込んでんだって。だんまりね、試験ですけど、まあ全ての国民が安心して生活できるを差別と偏見って言ってんだよ。やっぱこいつら日本人じゃないみたいですね。日本人は文句があっても太鼓持ち出さねえもん。日本人はでんが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 って、政治利用され権利が奪われていく。もうさっぱり意味が分かんないが、まあ気に入らないギャオーンって暴れているってことは分かりますね。ではなぜ絶望しかない、廃案に知るっていうほど気に入らないのか、いうことなんですけれども、法案からですね、民間団体への支援という文言が削除されたんだって。それで公金集中を期待してたフェアが絶望してんだって話であります。勝手に絶望でも何でもしてろと、絶望して、ストレスで免疫落ちて風邪ひけって感じなんですけれども、いい感じに骨抜きになってるようですが、油断は禁物であります。萩生田議員、ガイドライン策定はこれからって言ってましたんで、このガイドライン作成にですね、コラボの時みたくバリバリの関係者が呼ばれて、有識者会議なんつって、見てみるとバリバリの当事者やらバリバリの利害関係者やらばっかり、自分らに都合いいようなものが作られる恐れが多分にある、非常にある、いっぱいある。人民軍に利便を図るためにですね、国交省、観光庁、国際観光課がやってるですね、簡体字ハングル表記ゴリ押しの推移なんですけれども、これね、まずは観光に力を入れるみたいなふわっとした法律が作られるんですよ。で、それに基づいて国交省がガイドラインを作成。その中にですね、状況に合った英語以外の外国語を適宜表示っていう文言を盛り込むんです。それに基づいてですね、国際観光課の指揮のもと、英語以外の外国語しかガイドラインには書いてないのに、簡体字やらハングル表記を現場でご利用しするということが今現在行われております。鉄道会社やバス会社への働きかけ、観光課のね、ゴミ箱まだ使えるけど、ハングル簡体字表記のゴミ箱に変えるなら全額出してやるよ。ハングル簡体字表記の案内板に変えるなら補助金出しちゃうよ、言ってですね、まあ監督官庁の国交省ですよ。鉄道会社、バス会社にしてみたら、逆らえないよね。それプラス、金ももらえるってなったら、まあ民間企業は従うよね。JR 東日本、の特にですね、新幹線は、これに抵抗してんですけれども、まあそれもいつまで持つかな、人民軍の利便を図る公明党をボコりたいんで、利的財が必要と考えます。なんでハングルと簡体字なの、使ってる人数だったらスペイン語の方が多いんだねえのっていう疑問に対しては決して答えない国交省。さすがですね、中国共産党の尻を舐めたくてしょうがないですね、ジャニー公明党なので、学会か、学会だわな。中国共産党の尻を舐めたくて舐めたくてしょうがないのは学会、あわよくは中国大陸での布教を許可してもらいたい。なのでですね、民間団体支援が削除されても油断できません。その後のガイドライン策定、これも見張っておかないと、つまり要監視物件、だと思います。
埼玉県共産党水着撮影会妨害事件で、運営のエーテル社にですね、1000万円程度の損害が出たようであります。記事を要約しますと、アイドル、モデル、レイヤーが50人程度出演予定だった。入場料1から3万円を1000人程度のカメコ、これカメラ小僧の略です。カメコから取れるはずだった。キッチンカーや物販ブースが出るはずだった。各種キャンセル料もろもろ合わせ800万から1000万円の損害が出たというのが記事の内容ですけれども、ネットの反応です。かわいそう。イベント会社かな、本業を妨害されたらたまらんわな。埼玉共産党に損害賠償請求していいんでは。損害賠償請求先は共産党を信じた埼玉県でしょう。一旦許可したものをなしにするのはダメだろう。結局中止となったんだから、共産党は文化妨害の目的を果たしている。モデルに群がるカメ子は確かにキモいが、キモければ何をしてもいいというわけじゃないだろう。前回のこのイベントの画像を見ましたが、一人のモデルにおっさんが100人以上も群がってごっついカメラ向けて巨大な黒い塊になってるところは確かにキモキモい、確かにキモい。だが写真撮られて生活している女子もいるわけで、まあ、カメ子がねキモすぎるからといって民間事業を妨害していいわけではないですよね。だって撮られたい女の子もいるんだから、そして撮りたいおっさんどももいるんだから、この場合ですね、一旦許可してますからね。でね、許可出たからって進めたことも多かったんじゃないですかね。デモ手順5なんですけど、警視庁で申請書作り、デモ申請書作りが終わった時点でですね、大々的に告知していいよみたいなことを言われるんですけど、こういうのはどんな事業にでもあるでしょう。これが終わったら発表していいよ。これが終わったら、どこそこに連絡して、手配しよう、本決まりだって、そういうことはあるでしょう。運営会社はですね、埼玉県に損害賠償請求してはしていいんでは。まさしくこれ、これもあって共産党は当初ですね、大勝利っつって勝ち誇っていたのをね、この大勝利をですね、赤旗も記事にしてますんで、これ埼玉県共産党の暴走っていうわけではないんですよね。共産党本部の意向もある。で、勝ち誇ってたのをあっしら関係ねえしって今逃げにかかってるんですね。で、NHK もですね、忖度して共産党の名前を隠蔽して報道したと。漫画やアニメや水着撮影会やにやらにケチつける共産党とパイロットフェミは、まあ、文化破壊者って言っていいんじゃないでしょうか。大野知事落選運動はちょっとあれなんですけども、共産党の文化破壊を許さないぞーっていうデモとかはありなんじゃないでしょうか。気持ち的にはですね、私の気持ち的には共産党の存在を許さないぞって感じですけれどもね。関係が深いコラボも温泉娘を燃やそうとしてたし、ケチつけて共産党がある、共産党の本部がある代々木から原宿目指すコースとかいいんじゃなかろうか。逆に原宿から代々木目指すコースでもいいんですけどね。岸田総理記者会見開いてまで発表した異次元少子化対策が第3子から3万円支給、来年10月から開始というしょぼい内容だった。つまり子供が2人の人には全然関係ねえ。さすがケチンボ財務省って感じ。やってる間に全知全能が特化してんのはね、岸田総理ってね。一般判断、どこが異次元なんだよ。そして増税、しょぼい上に増税でええすか。そうですか、子供安きねえな。月3万って小次元すぎて鼻水。異次元の無能ぶり、異次元じゃなくて低次元の少子化対策、うまいこと言うな。こんなはした金で子供向きになるわけねえだろ。毎回思うが、結婚するための支援が必要では。これね、私も思うんですけど、結婚したくないって人もいるし、結婚まあできたらしたいななんていう人に結婚しろ結婚しろって言ったりすんの、まあ、気の毒なんですよね。だから私は
結婚した夫婦に世にも子にも子供を産んでもらった方がいいんじゃないかというふうに考えが傾いてまいりました。元から3人育てられる金持ちのための政策、外国にはポンポン金出すくせに、一子目から3万円で3人産んだら月額9万円もらえるとかじゃないと不足でしょうね。どう考えてもね、これだって不足だわな。こなしさんから小割さんへ金流すことにも不公平感が、出るんじゃなかろうか。少子化の一番の原因は実質税率 47.5% の重税と、それがですね、コラボみたいなとこに、どんどん流れて楽して得してるってやつがいるってことへの不公平感、がだと思うんですけどね。真の少子化の原因は、私は団塊ジュニアと呼ばれる世代であります。私ら20代の頃は実質税負担率 35% 程度でした。そんでも私ら世代は、結婚せんかった、結婚しなかった私ら世代がバブルに浮かれたやつとか、あとテレビのトレンディードラマで独身で仕事バリバリやってる女性がかっこいいみたいな洗脳であるとか、そんなのにたやすく騙されて、まあネットね時代ですからね。それでも私ら世代は結婚せんかったんですよ。その結果ですね、あってもおかしくない団塊ジュニアジュニア世代っていう、盛り上がりが全然ない。あってもおかしくないでしょ。団塊世代のバーンっていう増えたのの子供らが団塊ジュニアでバーンってまた産んでんですから、私らの25年後とか30年後にバーンって生まれてもいいわけじゃないですか。団塊ジュニアジュニア世代っていうのは、それがない。 35% じゃダメなんだ。実質税負担率 35% は重すぎんだ。団塊世代が20代ぐらいの頃の実質税負担率 25% ぐらいでした。これぐらいだと、このぐらい負担が少ないと結婚できたんでしょうね。やたらと多い団塊ジュニア世代が発生した理由でありますね。コラボみたいなとこを全部退治して減税しろ、それが一番の少子化対策だと思うんですけれどもね。婚姻推進はもう諦めた今いる夫婦に3人以上産んでほしいっていうふうに方向転換したんだったら、自民党が、一旦取り上げた税金を戻すんじゃなくて扶養控除を増やせば同じことでしょう。今扶養控除っていくらですか？一人当たり38万とかそんなの、それをですね100万とかにすれば、例えばまあね800万お父さんが働いてくるって言ったらば、子供3人で300万控除されるとか、まあ奥さんも入れて400万控除されるとであるとか、そうするとね、うんとうんと税金下がりますよね。月3万どこでねえから、年収800万ぐらいの人だと納めてる所得税がね。なんで一旦取り上げたがんだ。んで、戻したがんだ。最初からとんなげいいだろ。で、毎回思うんですけれども、なんでここに行き着かないんだって、毎回思うんですけれども、財務省のせいですね。財務省、とにかく一旦全部取り上げて、自分らがそれを、ばらまく先、差配したいんですよ。支配したいんですよ。だから、一旦取り上げて、ばらまくっていうめんどくさいことをやめない。だってそれが、俺らの力だ、みたいに勘違いしてるからね。財務省の官僚どもの小山後も、重税で苦しむといいですね。本当にね、奴ら今しか考えない、バカ揃い。日本を滅ぼす、無能な働き者っつうの。全くね、長期的にもの考えられない、バカばっか、財務省って、呆れてしまいます。というわけで、デモに来てください。NHK ネット聴取、反対デモ来てください。次の日曜、7月1日、政策報告会、主に質疑応答、来てください。池袋でやります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。